我、鬼は行分正隆なり。大手もこの行部が通さぬ。鬼行の記憶、鬼行部。心中に息づく、類まれな強者との戦いの記憶。鬼仏に対座し、戦いの記憶と向き合うことで、攻め力を成長できる。鬼は行部正隆、大手門の番人であった。からくり筒。からくりの仕掛けの金属の筒。物資に渡し人義手に仕込めば、強化義手人具の作成が行えるようになる。人義手をなす腕骨のうちの空撃に、ピタリとはまるように作られている。骨に芯が通れば、忍びの牙を、さらに研ぎ澄ますことができるだろう。ところまた供養集あり、ゆえに戦場こそ我らの庭よ。さあご供養していきなされ。
死者たちにご冥福あれ。が生き残ったのかい。鬼の行部様もやっと屍になれたかね。けれど何も変わりゃしないよ。戦は続き、屍は積まれ、怨嗟ばかりが満ち満ちる。あんた考えたことがあるかい。そういう怨嗟がどこに積もっていくのかを。ないだろう。ないだろうね。だからこそあんたもあやつも哀れなことだよ。さあもうお行き。馬場が何を語ろうが戦はなくならない。あんたのお役目も変わらない。そういうものだよ。ネズミがもう一匹、いや、その目、飢えた狼か。切る前に名を聞いてやる。名乗り！わしに名乗る名などないか。忍びは大概そうじゃ。名乗らず死におる。じゃが、その左腕、忍び義手とは懐かしい。なるほど。石腕の狼か。気に入ったぞ。ならば、石色、お主をそう呼ぼう。お前は何だ。わしはアシナの天狗よ。王赤炉、お主もネズミ狩りをせぬか。何だと。このアシナにはネズミが入り込んでおる。うじゃうじゃと我が物顔でな。ネズミもいろいろじゃが、それを片端から切り捨てるのよ。どうやらお主にも人斬りの才がある。その才を磨くのに役立とう。どうじゃ赤炉、ネズミ狩りを捨てぬか。承知した。よし赤炉よ、ならばこれをくれてやる。粗相書き。
アシナに忍び込んだネズミについて記された文。ネズミを一匹飼ったならば、天狗の元へ行くといい。ネズミについて記す。先方寺のラッパの衆。古老にて、笠かぶる。このネズミ、幾匹も潜む。大手門のあたりなど、怪し。これは。ネズミの顔、それと巣穴じゃ。切って参れ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。切って参れ。さすれば、お主の戦に役立つものをやろう。戦いの残滓、鬼行部。心中に息づく、類まれな強者との戦いの記憶。今はその残滓のみが残り、記憶は確かに狼の糧となった。鬼行部は、アシナに名を轟かす族の頭目であった。だが一心に敗れ、その強さに惚れ込み、族頭ごと召し抱えられた。その後、アシナ源一郎の府役まで務めた。一心の病、やはり重いようじゃ。たとえ源一郎がおれど、アシナの国、長くはなさそうだの。して、もう一つの任は。城の蛇谷の側が、黒笠で騒がしいようじゃ。ならば次はそちらよ。だが最新にな、黒笠の無事な、生中にはやれぬぞ。
当にあれを戦に使うつもりかの。ああ、だが仕方なかろうて。アシナは今や存亡の危機、なりふりなど構っておれぬでな。じゃが、ええ、ちゃんとせえ、ちゃんと。そんな風では巻き込まれちまうぞ。一度起これば敵味方の別などなかろうでな。Okay.
スキル習得、忍びの薬式、オツ、回復アイテムを使用した時の効果が上昇する常在効果。忍びは、時に死期を厭わぬ、故に薬の知識は欠かせない。そしてそれは、強者と戦い、重く傷つくことでしか、学ぶことはできぬものだ。どうやら、静まったようじゃな。ゾクメ、まだ生きておるぞ。何、兵士はどうした。ありがたいや、ありがたいや。何を拝んでいる。はい、お前さん、仙宝寺を知らんのかい。金剛山の仙宝寺、尊いお方がそこにおわす。さあ、お前さんも拝んでみ。ありがたいや、ありがたいや。お主、太郎兵に鎧を着せたそうじゃな。うん、あやつめ、ぐずりおってな。まったく難儀な仕事じゃった。だが、その甲斐はあったのではないか。あの巨体と攻撃に加え、今や刃も通さぬのじゃからな。まあ、その通りじゃな。無理くり着せているからの。何かあれば、鎧はすぐに剥がれちまうさ。詰所の鍵、侍たちの詰所の鍵。アシナ城の過酷ルは、狼が落とされていた井戸底近くに詰所はある。アシナの侍たちは、鬼行部の俺角を、ありがたがって、この詰所にしまっている。オレツノとは、鬼行部の用いた槍の刃。鬼行部の角は、狙った獲物を決して逃がさぬ、敵を引き寄せ、時にその鎧すらも剥いだという。ご供養いかがかね。こんなところにも死者があるところ、また供養集あり。汚れとて我らばかりは見捨てまい。さあ、ご供養していきなされ。
死者があるところ、また供養集あり。いずこへ行こうと。二の念珠。ちぎれた数珠の玉を、鬼仏に備えて束ねた念珠。手に入れると、身体力が成長し、HP と体幹の最大値が上昇する。念珠をなす数珠玉は、それを持つにふさわしい、強者たちが持っている。芦名には、赤鬼と呼ばれる大男がいる。赤目となり、暴れ狂うは何故か、長くステロウに囚われていたというが、九郎様、刻限ですね、エマ殿。分かっています。源一郎殿がお待ちなのでしょう。天守の上階に戻ります。狼よ、あの時吹いてくれた足の歯笛じゃ、こたびはそなたが音を頼りにきっと参れ。この辺りに忍びが入り込んだそうじゃ。探してくれ。心得たが、最近頻繁ではないか。なあ、それだけ戦が近いということじゃろう。だからこそ、放ってはおけぬでな。